はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、メギストリスクエストに入ってきました。ここからが、難しいと思う。相当難しくなると思うよ。で、レベルですけども、主人公が31、他が39となってます。もうちょっと上げてもいいかなと思ったんだけども、まあ、これぐらいで一度挑戦してみようと思います。多分、ここの、ボスはいけると思う。その次だよね。その次が多分きつそうな気がするな。まあ、とりあえず、行ってみましょう。それでは、行きましょう。右の方からだったよね。確か剣持ってる方が、呪文を使ってくるタイプで、左側が、物理タイプだよな。なので、ヒプノスから先に行きましょう。うん。まず集中してそっちを倒すのがいいからね。どんぐらいダメージ与えれる？あー、なるほど。ヒプノスの方が、耐久力あるんだ。そうか、そうか。どうしよう。どうしよう。ま、とりあえずキラージャグリングで、なんかするか。いや、ルカに入れとこうか。ナイス。で、フーラー、バイキルト入れよ。主人公も結構攻撃力あるので、バイキで行きましょう。おーし、おーし、おーし。あ、そんなダメージ食らわない。これ、意外と余裕かもしんないね。バーニングバードどれぐらいいく？あ、いく300超えるじゃん。これめちゃくちゃ強い。で、ビリバリブレ、ビリバリもいいけどね、MP 消費がこれね、半端じゃないんだよな。どれぐらいダメージいく？間違いない。600近くいくじゃん。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、それでいこう。うん。あ、MP パサーとかもあんのね。じゃあ、いざとなった時には、ヒューザに渡していっても、OK だ。うんうんうん。いいね、いいね、いいね。その作戦で行きましょう。バギムーチョはどう ?300 いける。あ、これ意外と余裕かもしれない。うっそ。あっぶねえ。ラリフォーが使うんだ。あー、じゃヒプノスはマジでちょっと注意した方がいいですね。あ、でも次ダストンで、ガラクタハンターいけるので、とりあえずは大丈夫か。回復も入れたいなー。おー、ナイス！ガラクタ！オッケー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 。そうそう、このヒプノスがね、めんどくさかったのよ。そう。こいつさえなんとかすれば、大丈夫。いいか、回復入れんでいいね。いっとけ。ナイス！あー、まあまあ、ダストン氏がちょっとやばいけども、次で回復すればいいね。オッケー、この転んでる間にね、もうガシガシ行こう。で、MP パサーをヒューザに入れとけ。ナイス。あんまり回復しないな、これ。もったいねえ。めちゃくちゃもったいないじゃん。あ、それならもう、聖水使った方が断然良かった。ミスったな。まし、あオッケーオッケーオッケー。とりあえずヒプノスをまず倒そう。こいつ倒さないと始まらん。よっしゃ。ヒューザの MP がないからもう。あー、いや、待て。ここは、聖水ヒューザで間違いない。で、タナトスか、タナトか。あっちの方だけになったら、また転ばせるようにしていけばいいですね。無限は MP40 使うねー。でも、スクルト入ればだいぶ違うだろうし。え、それ何？あ、ガードしやすくなるか。大丈夫、問題なし。バーニングバードはね、あんまり消費が少ないんで、いいね。おいって！そんなにガードする？こっちは？ナイス！オッケー！いけた。あとはもう余裕だわ。うん。おし、
もうあと余裕っすよ、余裕余裕。うん、MP もそんなに使わないだろうし、まあ、1回ぐらい、ダストンでヒューザにね、使ってあげればいいか。あバイキが消えましたね。あ、うん、使わないとダメ。バイキルトこれ使わないと、もったいなさすぎる。うん、まあ、捨て身でもよかったけどな。いいか。あ、全然、こいつらは余裕です。問題は次だな。次のボス。あいつが、どんな感じになるのか。そこだけだ。ルカニよし、余裕。次行きましょう。ヒッド、来ました。ラグアスがね、こっから仲間になりますけども、回復系は任せていいものかどうかだよね。フーラでもやっていった方がいいならば、ちょっと動きが変わってくるんだけども、まあ、とりあえず、どうする？まあまあ、とりあえず攻撃しないといけないんで、バーニングバードどんぐらいいく？うわ、あんまりいかないな。硬えな。とりあえずいつも通りの感じでいきましょうか。テンションをもうちょっと上げてくれよかったかな。まあいいや、ダストンで普通に、スタンを入れながら、様子を見よう。暗黒の風。あ、さっきのやつ俺暗黒の風入れなかったね。で、テンションも下げれば、あ、違う、ロックアタックまだ覚えてないんだ。おい！あ、大丈夫、大丈夫。大丈夫。一段階下げてるから、そんなに痛くない。俺は別に何もすることないよね。バーハもいらんよね。いらんね。普通に、これだけでいきましょう。OK！いい感じ。で、MP は気にせずにビリバリでさっきみたいな感じのコンボを、おー、いいよ！入れていきましょう。で、おし、いけた！いいぞ。じゃあ、バイキ入れて、いいね。ラグラスはどういう動きしてくれる？魔法トーン効かないでしょうよ。それよりも、回復をガシガシ入れてくれた方が俺は嬉しい。いいね、いいダメージ、むちゃくちゃいいじゃん。で、ダストンはこういう時にはもう MP 回復に回ったがいいね。とにかくビリバリがものすごい使うんで、そこをやっていきましょう。バイキはまだ切れないね。ならバギムーチョでいいか。マジックバリアしとくか、一応。暗黒の霧、あ、風か。あれが切れた時が若干危ないんだよね。おおお、通常攻撃痛くないね。全然大丈夫。次ぐらいで、おお、すっげえ効く。あ、そうか。そうかそうか、火属性を下げてるからだ。ビリバリで。これ、すごいいいコンボだね。素晴らしいコンボ。この2人だけで一旦1000ぐらいのダメージ入れていけるんで、これは強いな。 OK で、ダストンが回復要因として動いてくれて、で、まだいいね、まだいいね。一応マジックバリアはしっかり入れていこう。2段階入ればメラゾーンはもう多分40、30ぐらいのダメージになるでしょう。ああ、なるほど、そういうことするわけね。まあまあ、とりあえずそのまま行こう。はい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 。で、もうビリバリで OK。よし！で、火属性下がったね。で、ダストンでルカに入れて、もうとにかくデバフよ、デバフ。魔法トーンはまあ効かないと思う。もう ラグアスは、今回はちょっと何もできないさんになっちゃうね。暗黒の風ね。完璧だ。
MP 吸収するのはちょっと鬱陶しいけどね。 MP 吸収はちょっと鬱陶いな。うん、でもまあ早めに締めちゃいましょう。でも全然 HP 減らんHP 高っけーな。一応入れとこうか。 MP 吸収が本当に鬱陶しい。うわー、めんどくさいやつ。でもまあこれを繰り返していけば勝てるでしょう、問題なくね。 OK、 うん、減らしてる、ちゃんと減らしてる。ルカに、あーでも MP がね全体的にちょっと低めで、うん、魔法の聖水残り1個か。賢、うん、賢者も使っていいんだけどね。使うか、使って作ればいいや。うん、魔法トーン効かんって。もうそんなことしなくていいよ。メラゾーマどんぐらい？39、全然効かないよ。2回バーニングバード入れた後にフローズン入れてましょうね。めちゃめちゃ効く。じゃあでヒューザーの方がいいかな。うん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 。で MP パスは入れていいしね。いいよ。あ、バイキ入れんと。バイキを入れ直さないとね。あーで、あ、大丈夫ね。主人公にもバイキを、あー、もう MP もろ、うん、吸収された。これが鬱陶しい、こいつは。でもそれだけだ。うん、めんどくさいのはそれだけなんで大丈夫です。もういいや、行け。あ、バイキ入ってない。あー、バイキ入れば多分800ぐらいいったろうけど、しゃあないですね。 MP パサー回復しろ。38点、少ないな。バイキ、でももうね、あと残り 30% ぐらいの HP だろうから大丈夫。どんぐらいいく？うん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 。やっぱ1段階下げてるだけで全然ダメージがね減るね。これだけで OK よ。ビリバリももう使えなくなりつつあるよ。うん、あ、 MP パスはできない。小瓶でお願いします。小瓶使って、いやでもな、行きたいね。でもやっぱね、ヒューザが一番ダメージ与えれるので。ああ賢者いいや、どんどん使え。また作る、やばい。うーわ、そういう技が来た。でもまあラグアスはいいや、ラグアスいい、いけ。もう締めちゃいましょう、締めちゃいましょう。いける。ついてるね。ダメか。聞いてくれればね、すごい嬉しかったんだけども、まあダメでした。回復を入れつ、防御も上げる。ああ、こいつの通常攻撃が本当に鬱陶しい。通常攻撃はやめて。じゃあルカニでフーラで暗黒の風。いやー、これは本当鬱陶しい攻撃をしてるね俺たちは。大丈夫、そんなに効かない。うわそれで死んだ。はい、ということで今日はメギストリスクエストやっていきました。まあまあまあ、ここはまだいけるところだよね。うん、問題は次からかな。いや違う、次も大丈夫か。次はね、マイユを仲間にしようと思うので、あそこに行ってきます。うん。で、その次が、
難しいだろうな。うん、まあとりあえずレベルもぼちぼち上げつつ先に進んでいきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。